いやー気持ちいい。ここまではスムーズよ。今4でしょ ?5。次の5な。5からが分かる道。5。そこやな。まあ、一旦、藁持たずに入るか。ここ見落としてないよね。見落としてないね。大丈夫だね。ここも閉めてるよね。まあ、藁は玄関行けばあるからさ。ここ。ここにあるからさ。あとはキッチン。やっぱどっか開けてない部屋あるね。え?待て、目が赤く光ってなかった今、危ね。今俺逃げようとしたわ。目が赤いと聞かないんでしょ。後ろから来てねえよな。怖い、ちょっと離れよ。あれ、ここじゃない、ね、あ、プレイルームか。プレイルーム鍵ある。んん、うんうん。リパシさん、よく考えたら、あの壁に刺さってたナイフでこいつら刺して息の根止めりゃいいんじゃね?そうだよね。てかさ、この釣り糸でこう喉をガンってやるようにさ、やっちゃえばさ、いいじゃんね。あ、キッチンだわ。キッチン。キッチンか。ここだっけ、キッチン。ここだよね。あれ違う。ここ何、書斎。これ書斎また開けた。書斎だね。閉めて。ああキッチンここか。ここだ、ここ、これだ。開いた。はい。うちヤギしかいないと思ってた。よし、鍵ないね。よし、黙ってる、食ってりゃいいんだよあいつは。ないね。中見さん、地下ですか。地上です、地上です。地下に降りる気はございません。ここからか。他ヤギどこいるんだろうね。よしよし、もうゴミはね、ゴミは焼却。残り4、気持ちいいな。はい、嬉しい悲鳴あげるじゃねえかよ。ね、外に1匹、外に1匹、ワインセラーに1匹。 あとは2階らへんうろついてんのか、多分。多分そうだね、2階らへんうろついてそうだね。あとはお1、ちょっと藁が足んねえな。いいか。聞こえるわ。2階に1匹いたよな。2階の昼も歩いてたよね。上にいる?怖い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 。分かってる分かってる分かってる。よし、2階行きたくねえな。うえ、シロンさん、最近クレカ作れてネットで支払いできるようになって。いたいたいた。何、シェアできるようになって。おい、おい、こっち来てる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 。シロンさん、うん、その際のボット対策の画像認識のやつがさ、うん、あ、時々難しいやつあるよね。
ブレス。あれ下降りてない降りてた。何何難しいんでしょう。え？あれ？ヤギいなくない？残り5分。白井さん、これ入ってるのかってぐらいギリギリのがあってイラつく。わら。リパシさん、私も難しいというか意味わかんない問題来たことある。わら。ある。あのこの画像のオートバイを選択せよみたいになってさ、オートバイのめっちゃギリギリとかあるよね。自転車のさ、サドルの本当の先っちょみたいな。シロンさん、グリッド線に重なってるのやめろ。難しいやつあるよ、大丈夫に。2000円作さん、また耐久しとるわら。日経さん、ウェイ、おはよう。耐久してないよ、本当に。もう終わるつもりよ。この中から、これから株になるものを選択してください、うん、みたいなの来た。株になるもの？え、また書斎が開けられてる。こいつら味しめてやがる、ここで。アタックできること気づいてやがる。シロンさん、家具。家具？これから家具になるもの？これから家具？どういうこと？あ、いるじゃん、びっくりした。リパシさん、木を選択しろってことだったんだけど、それを直接言えよって思った。やばいな。これさ、ヤギ、え？ヤギ2匹いる。嘘だろ、ここ極楽か。ヤギ2、ヤギ2、ヤギ2。え、なになになに、リンさん、逃げろ。え、リパシさん、後ろ、お前に、後ろ、前、どっち、前だよね。ヤギ捕まえるかも。ヤギに出ろ。ヤギ捕まえるしかないかな。後ろ後ろ大丈夫です。これヤギ2匹、これこのままでいいんだよね。え、こいつを捕まえると中でヤギが湧くのかな。ヨキゼット43ブンブンブン8がブン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 。ヤギのポップって決まってんのかな、順番。あ、もうペタペタ音聞こえるんよ。家の中であいつ戦いたくない。2階とかも嫌よ。え、家の後ろ違うよね。一旦ライトで止めたい。メムさん、ファミリーマン、アカネキュルセネー、シロンさん、ゾウモトクラップ、ゾウモトクラップ、ゾウモトクラップ。よしよし、一旦どこにいるか確認取って、来ねえのか。来るかと思ってた。上の階にいるよね。何上ってこと。あ、上の階にいるのか。シロンさん、ファミリーマンはガイルを覚えました。ちょっと待って。よし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 、怖っ怖っ。上の階にいると思ってた俺。ビーム。3階行くわ。3階、3階にヤギいるか確認させて。あ、これいそうだな。ヤギこんなに嫌がって。ヤギいるんじゃねえか。いないな。リスキルしまーす。オッケー。あいつリスキルしてなんぼよな。ナイトボットさんが何かを言っています。ナイトボットちゃん、ありがとうね。ガソリン。いないね、3階。うん、なんかいないな。やっぱ、あ、いた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 。ほら、逆らえねえよな、この魔力には。キッチン閉めといていいな、もうこれ。キッチンちょいざ。ちょっと最後また、一旦逃げよう、一旦逃げよう。
残り4か。これで残り。ちょっと今あいつの声でビビっちゃった。綺麗に焼けたね。ネムさん、小分けの分、アカネグ助けて。ね。リトシさん、油断の隙のない奴らだ、お会いに。本当にね、虫みたいに湧いてくる。チロンさん、ヤギに藁を与えると逆らえないように、長身にロッカー与えると逆らえなくなる。よろしくお願いいたします。俺は逆らうわ。逆らうでしょ、そりゃ。怖えな。リトシさん、みんなも長身燃やしたいよ。テストがいたらまずはロッカーを用意しよう。ロッカーごと焼くの。シロンさん、ロッカー芸人長身。そんなことないから。ほら、あー気持ちいい。待て待て、家の中入るなお前。よし、いいぞ。これで家の中には残り2だよね。ヤギに。え、今あっち赤いの意味だね。あれあれ、ヤギの目、ヤギの赤い目かな。もうちょっとこっち来い、もうちょっとこっち来い。ちょ、なんで入るの中に。リトシさん、アラリスの牛ってやつあったじゃん、それみたいなもんよ、ロッカーのクスナガミ。アラリスの字、うわなんか入ってたよね、あいつ。こいつヤギと同じ赤い目してやがる。いいけど入れない。赤いの見えたけどな、ここら辺で。鍵？鍵じゃないか。上の階か。シロンさん、牛の形してて中が空洞になってて、そこに人入れて下から焼く拷問の一種。あー、嘘食いで出てたやつか。はい、ごめんね。ここもういないんじゃない。鍵もないんだけど。リトシさん、だから長身をロッカーに誘導して下から炙るのさ。俺の大好きはちょうど米粒20個分。やばいじゃん。どうする？それやってロッカーの中からプワーンって音聞こえたらどうする？あのウーマンコミュニケーションのプワーンって音が、ラッパー入れてないのに。そう、それがなってたらどうする？プワーンって。リトシさん、すごい。わらわら。すごい、プワーンプワーンって。あ、痛い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 。爆笑だよね、恐れ。もう夢にまで出るんじゃない？かわいい、かわいい。リトシさん、普通な弾幕のがプアンだったらつぼりそう。あ、シロンさん、プアンじゃねえよって突っ込む。やばいやばいやばい。今もう目の前通ってったかん。え、だから開けるなってここは。リトシさん、燃やすぜ。危ねえ、危ねえ、危ねえ。開けてんの。よしよし、オッケー。ちょ、待って、どこ。え、引っかかった、引っかかった。 あいつ気づいてない、こっちに。オッケーオッケー。今足元やばかったぞ、あいつ。ほらほら、うん、気持ちいい。リトシさん、危ない。あ、もう勝利へのカウントダウンだわ。残り1匹どこだろう。庭に2匹いるのは分かる。はあ、よし、残り1匹よ。やっぱな、一度容量得ちゃうとな。あー、これか。これさ、地下行ってみるか。あそこ鍵閉まってたよね。ここ、あ、開いてる。開いてたっけ、ここ。
めっちゃ瓶が光った。あさとしさん、あら、ツリー。ね、ツリー？もしかしてさ、ヤギって外にいるもん、あとヤギ外にいるから、これ外が明るく見える？もしかして。え、もう大丈夫よな。ヤギはどこ行った？あ、ヤギいるね。一匹でしょ？あっちにもいるね。奥にも一匹。あ、ちゃんと二匹いるね。オッケーオッケーオッケー。ただ家の中だね、残りは。ここの二匹はほっといて。こっちいるよね。三匹目いる？ヤギも必死に隠れてるんだろうな。頑張れ、2000円札さん。なんかおかしいと思ったらスマホの中身さんの通知切れてた。え？通知切れてた？あ、通知、あ、通知なしにしてたってことね。はいはいはい。大丈夫よ。だって開けばわかるでしょ。こっち。ヤギっ子。ヤギっ子。2000円札さん、なんかのタイミングで切れてたんだろうな。あいつ走ってこない？今あいついなかった？気のせい。あいつ今2階にいなかった？2000円札さん、もっと早く来てればハクハクしてるのにネタだろうけど、もう慣れちゃってるからな。ウェルカムって書いてる。これどうなる？これでちょっと懐中電灯回復するまで待つか。どうしようかな。うわーっと落とす。いない、こっち中に。2階にいるね。やっぱ2階なんかあるのかな。2階に行かないといけないか。後ろから回る？後ろ手から。裏手から行くか。もうここクリアしたらいいでしょう。これステージがいくつもあるんだよね。あ、またここ入ってる。リトシさん、裏手のクスナガミ。あ、いた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 。いた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 。買った。ヤギどこ？え、息が荒い。2000円札さん、一人でプレイしてるのは初めて見た。え、そうそう、一人でだよ、プレイしてんの。ぼっちだからさ、無理じゃねえ。俺かなりハードモードだと思うけど。ヤギどっかいね。いるはずねえよな、こんなところ。一旦落としとこう。え、この用のない部屋は閉じるか。もう鍵全部使ったんだよね。で、残りヤギは1匹なのよ。家の中に1匹いると思うんだよね。ちょっと逃げよう逃げよう。ちょっとやばい。あいつガチ本気出してる。どっから来る？リトシさん、危ない。残念必須、わらわら。多いんだってお前ら。
ちでよマジでよ勘弁してくれ。悔しいか本当に勘弁してくれ今の。痛いか無理よルームトプライクスナガミ病気無理よマジで。あれは無理よ。やばいねこれ。せちがらいの。見つけであり。来た。パーク。サバイバー移動速度動作速度がダウンしてる間は 100% 通気口内では 50% アップする。通気口っていうのがないんだよね多分あのマップ。通気口がないんでしょ。あとパークさん、パーク貯める。アンロックしてけばいいの一個一個。これ違うよね多分。装備するパーク何にするってやつでしょこれ。リパシさんクイクはないの。クイクはクイックはないんですよ。加速復活後動作速度が 30% アップってさ、復活してくれる人がいないんだよねそもそも。カーブ越しに救急箱考えましょう。走りや。ぬきぴさん、マッコウは？メヌさん、敵よりもこのおっさんの方がうさんくさいわ。わかる気する。こいつうさんくささ全開でさ、大食いチャンピオンなんだよね説明が。こいつの説明文が一番まともだからさ。リパシさん、肩幅広いね。肩幅広い。独立学者独学者なんで独立学者って呼ばれてるね。これさパークアンロックしたらこれ全部解放されんの。メヌさんあのヤギ実は食ってるのか。わらなんか次使えるのってもうこれかな。走り屋かな。走り屋ぐらいしかないよね使えるの。ソロで使えるのアンロック。あれやっぱ装備するの選ぶんだこれで。ああ厳しいな。1個しかパーク装備できねえわ。終わっとんな。1個しかパーク装備できない。 US ぬっぴさん走りやくすながり悔しいな、ね、2000円札さん人数に合わせて増やしてほしいな。そうよな本当に。これマックス何人。4人2人でやった時も結構なんかあ一度死んでもいいんだっていう感覚だったからさ。2000円札さん4人、うん、4人か。4人だとやばくねえか。やばくねえか4人。難易度やばくない。そんなことない。いくか。おお。よしよしよし。こっちにもあるね。いいね。やっぱ先にさガソリン集めるのは結構重要だね。はい、シャバ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 。よし、オッケー。Find his keepers。よし。これで。2個3個目3個目、うん、3個目、うん、3個目おー来た来た4個目4個目よし5個集めた。またこの全部集める作業からどうでしょう。鍵閉まってる。ここ絶対あるのかな。これで6個目。ボボボボンって音何？気持ち悪いな。
これ6個目で当たってるよね。当たってるね。6個目。6個目。終わった。こっち、裏手は？当たった、当たった。これで7個目。クリスマスツリーだけがこのゲームの癒しか、お前にね、うん、これクリスマスツリーっていつもあるんじゃないの？今の時期だけ？クリスマスシーズンの今の時期だけあるのって、うん、で、書斎が開くかどうかよな。書斎開かない、いいね。書斎開かないのはでかいね。おお、いいね、箱。よし、OK。で、こっち開けて。もう、定期ルート、もう、これ、ああ、そうか、こいつか。こいついつも忘れるね。うん。これで8個目？よしよしよし。ビーム。OK。トイレ行きますか。OK、OK。テレビ室とかどうなってるんだろうね。うん、どう？毛入れてくぞ。みんな毛入れてくぞ。エンジェルさん、うん、気まじい永見さん、あ、ふうか、こんちは、おはよう。これは気まずくないよ、うん、あ、やった、テレビも書きかかってる。だから書斎とちゃんと手と足洗った？足は洗ってないやったやったよきさん、オッケーオッケー。ここの書斎とテレビ室鍵かかっております。リーチです。キツネタヌキ天ぷら月見お肉冷やし丸うどんうどんうどんスープ、ありがとうございました。あ、鍵あるじゃん。ありがとうございます。よき Z43 さん、書斎の鍵。ゾウモト男性、ゾウモト男性、ゾウモト男性、ゆで面札さん、もう足洗いなよ。ぬきぴさん、なんで足洗うの？ぬきぬはないとダメだよ。ん、なになになに、すみ、あ、その足洗う、そんなことないわ。エンジェルさん、俺は気まずくない、俺は気まずくないまだ気まずいデータ引っ張るのが、うん、よくあると思ってやったことだったけど、あれだったからね。最近さ、うん、あ、いや、やめとこう、この話題やめとこう、うん、こっちからさ、待って、こっちに藁が意外と足りなくなったのショックだったな。よし、ヤギ捕まえるか。2000円札さん、何やめとくのさ。エンジェルさん、うん、でもあれは本当に意味がわからなかったぜ。リパシさん、長身の奥義、いや、やめとこ。やめとこ、俺の奥義。いずれわかるよ。いずれ意味がわかる。あとで説明しますよ。うん。エンジェルさん、うん、長身切れてんのかと思った。わら。あれ切れてない、全然。そうやってすぐやめる。そう、俺全然切れてない。てか、むしろ切れてたら何もしない。うん。ストレス溜まるから。うん。こっち？うん、エンジェルさん、え、ってなったよ、わら。だったら切れてるのって聞けばよかったのに。で、切れてたら俺ちゃんと切れてるって言うから。あ、いた？今。リパシさん、いた、ね、なんだなんだ気になるな、お前に、うん。面白い話だよ。いや、面白くない話だよ。あいつこっち見てない？うん。ヨキさん、切れてるの？切れてない、切れてない。あ、ここ書きかかってないね。オッケーオッケー。うん。ヌキピさん、切れてますか？切れてますか？エンジェルさん、何々どうしたってなったわ、わら。もう含ませ気味に言うからな。よきさん、うん、詳しく、うん、なんか説明がめんどくさい、あと、いろいろと誤解されそうだから内容言わない。よき Z43、うん、ブンブンブン、8がブン、うん、リパシさん、サトルクス長身のおもんない話か、お前に。俺の話おもんないよ。俺の大好きはちょうど米粒20個分。そう、エンジェルさん、20個分よ、わらわら。うん、あー、閉まってる。メインバス、メインバスってここだっけ。どうしようかな、書斎開けなきゃいけないっぽいな。 3階にも鍵あったりするよね。
ノロさん、ブンブンブン、ハチがブン、ブンブンブン、まったく長見ったら、まったく、ありがとうね、気遣ってくれてありがとうね。こっちでしょう、リパシさん、長見がおもろいからどんなにおもんない他人のエピソードとかも笑わせながら話せそう。ふざけんなよ。エンジェルさん、鍵ないか、長見はあれやな、主語がない。うん、主語ない、基本的に。あと、説明不足はよくあるね。話2、3個飛ばして次の話する。こういう癖がある。エンジェルさん、うん、だからびっくりする、笑。ヨキさん、そして諦める。うん、ああ、それは間違いない。リパシさん、飛ばすしやめとくし、しごないし、ドキゼット4さん。いた、ヤギいた。ブヒー。よっしゃ。あ、たたたか、今日。あ、屋根裏来た。ブンブンブン、蜂がブン。いきなり屋根裏来たよ。熱っ。激熱っ。え？屋根裏？いきなり屋根裏来た。これ、極まってんじゃない？屋根裏いきなり行くか。屋根裏開けとこう。屋根裏のかわいそうなヤギたちを解放しよう。こっちか。お逃げ、お逃げ、外にお逃げ。庭、庭に逃げな。庭、庭。リパシさん、うん、今回のマップ運はいい感じなん。うん、めっちゃいいと思う。お逃げ、お逃げ、マップ外にお逃げ。めっちゃいいと思うけどな。え、これで大丈夫だよね。1、2、3、1、2、え？ 1、2、3、4だよね、これ。4、3、4、4か、4、4で8、これ9。あと1個か、あと1個か、あと1個どっかか取ってこれ、取ってくればいいんだ。あと1個、それで10個か。うん、オッケーオッケー。え、ヤギがいる。待って、死にたくないんだけど、こんな工場系マップで死にたくない。エンジェルさん、これだけは共有させて。いきなり、あ、ブクする、嫌ならいいです、うん、は、え、なんでブク怒ってるのってなる、笑。なんかさ、なんか誤解されるからさ、また細かく説明しなきゃいけないけどさ、ムピドブドさん、わらわら。そもそもさ、その前にさ、今度 VC しようねっていう話してたのよ。わらわら。うん。ネムさん、長見さん。違うの、その前に今度 VC しようねって言ってて、俺それほとんどガン無視してたのよ。で、それで VC するみたいな感じで俺聞いてたのよ。うん。わっていた。待ってね。ネムさん、ガン無視。待って。2000円札さん、長見さん、メムさん、ブーちゃん、どこいるの？え、待って。待って待って。そんなこと言ってたっけ？ってなったわ。ヌッピさん、そうやってすぐ無視する。うん。いやいや、で、うん、で、その後に風花がはぁみたいな感じになって、で、あ、いや別にあれだったらいいよみたいな感じのこと言ってて、俺がもう説明がめんどくさいし、もういろいろとあれだし、そうそう、それで気まずいなと思ってて、で、俺がいきなり VC 誘った風にはなってるじゃん。ヨキゼット4さん、うん、そう、ブヒーね。それで、いや別に VC しなくていいよみたいな感じに言ってて、まっ、エンジェルさん、ってね、私は何も考えなかったよ、わら。ネムさん、え、クーちゃんがめんどくさいってひどい。やばいやばい、ライト切れた。え、こいつなんなの、バグってる、もしかして。え、バグってる、そこスタックしてる、で、スタックしてる、あ、スタックしてねえわ。リパシさん、長見の今までの経験が全てを深く考えるようになってる、わらわら。ほんと、もうめんどくさかったね、その説明も。なんか勘違いされてる感じもあったし、もうどうしようかなと思って、もういいやって思ってた。ないし、もういいやって思ってた。ここ多分ヤギ2匹いるんだよね。どうしようかな。これか。これ、これ1個取って。ちょうどいいね。うん。うん。
まあまあそんな感じですよ。うん。よきさん、すぐそうやってもういいやってなるんだから、うん、怖いに。結構癖。あんまり考えるとね、考えすぎるとちょっとバッて飛ぶ。オッケー。よかった。これでラストだよね。このガソリン。10個だよね。オッケー。オッケーかな。リコシさん、長身のいややめとこ、うん、をどうにか有効活用できないか。できないと思うけどね。エンジェルさん、うん、なんか私が言ってしまったかと怒ってるのかと思って記憶をたどったけど何も思い当たらなくて、うん、このクソジジイなんでキレ気味なんだよってなってた。深み順ピエ。もう全然キレてないけどね。リコシさん、わらわら。で普通に W とか使ってたからね。わらわら。まあ別にもうそう思われても仕方ないけどね。シロンさん、わらわら。ラメールさん、わらわら。まあしょうがないわな。で、俺もなんか、俺それでウーカがなんか変な感じでなんか警戒してるように思えて、で、後ろ？エンジェルさん、うん、面白かったからいいでしょう。いやなんか面白くなかった。俺気まずかったもん。で、俺なんかあれなんか勘違いしてるとか思って。で、なんかもう気まずいなと思って、で、その後に最後にもう忘れてっつって。エンジェルさん、あれは警戒じゃなくて、びっくりしたのよ、わら。あ、そうなの。そう。で、なんかもう気まずくてさ、俺が。で、俺が、気まずいの俺だけって送って、で、風花、はてな、みたいな感じになってて、こっち来い、こっち来い、こっち来い。こっち来い、こっち来い。オッケー、オッケー、オッケー。うん。そうなんだよね。エンジェルさん、死後なしのブクする？嫌ならいいです。箱はいよ。え、そうなの？結構適当にやってるからな。うん。リコシさん、これがエンジェルさんと長身じゃなかったら、多分関係が完全に決裂してた。まあね。エンジェルさん、わらわら。よきさん、ブスするなら笑ってたのに、なんか、あ、思い出した。で、その前の時によきさん、ストロークって、その前の時に後でちょっと話そうかみたいな感じ送ってたのよ。なんかホットさんが何かを言っています。そうそうそう、その前のメッセージで後でちょっと話そうかって言って、それが10日以上前なんだよね。で、それ送ったままの状態だったから、ちょ待って、当たる、後ろ下がれない。ああ、だし、オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。ここで麦わら取る。エンジェルさん、かかった。ああ、送ってたね、わら。そうそうそう、それが10日以上前の状態で、確か止まってて、で、俺それ思い出して、VC するとも聞いてたんだよね。リトシさん、いや、やめとこ。これ以上人を傷つけるのも関係を悪化させるのもやめとこ。ね。そうそう。で、その流れで別に嫌だったらいいよって俺が送ってたのね。え、聞いてない？え、聞いてない？ちょっと何今の？聞いてなかった？怒ってる彼氏だったよあれは。もうどんな捉え方してんの？まあでも、まあ、そう思わせたんだったらすいませんだよね。エンジェルさん、わらわら。そうだからさ、なんか途中からなんか変な勘違いしてねえかなと思って、もうすごい気まずいなと思って、このやり取りを俺は終了させたいっていう気持ちでいっぱいだった、途中から。で、それで、普段の雰囲気が頭かみたいな人が句読点しっかり使った文章だと怖いというか冷たい感じあるのない？よきさん、ね、夫婦漫才か。それはない。で、それで、やっぱメッセージのやり取りがめんどくさく感じてきて、めんどくさく感じてきて、で、もういいやと思って、もう会話も終了したかったから、忘れてって最後に送ったの。エンジェルさん、わかるかも、長身それかも、リトシさん、そうなんだ、わらわら。まあね。だけど俺割と句読点使うタイプだけどね。うん。あ、来てる来てる。
シロンさん、言葉が足らなすぎる、笑なんかね、俺説明がめんどくさくなるんだよね、途中から。あ、やばいやばい、来てる？どっか開いてる？上か。リパシさん、私だって句読点つけて送ったりしたら何切れてんの？とか言われたことあるし。まあ、だけど、切れてんのって言われるだけだったらまたいいけどさ、言われなかったからさ、しかもなんか変な勘違いされてるっぽかったからさ、どういう勘違いかわかんないけど。で、誤解解くのもなんかな、みたいな。もうそれで忘れてってもう送ったの、最後に。チールか。あ、いたいたいた、ヤギ。ヤギいた。ヨキさん、そこは解けよ、わら。リパシさん、真面目じゃない人がそういう文章を送るとそういう認識になる可能性があるのさ、お前に。いや、俺説明して誤解を解こうって思う、そういうのもあるけどさ、ある程度来るとさ、急に降って糸が切れたり、なんか、ああ、みたいな。エンジェルさん、いきなりどうした？って返したもんね、顔。そうそうそう。で、その後なんて送ったかな？あ、そうそう。で、俺その後に、いや、なんか結構前に、後で話そうって言って、そのままだったわ、つって。印象悪いと思ったから、みたいな感じ、送って、で、風花が、うんうんうん、みたいな感じになってて、で、そっから、ちょっとめんどくさくなった。よき Z4 さん、どうしたんだ？そう。もうそこからなんか説明がもうめんどくさくなって、急に。リパシさん、だって今のこのエンジェルさんのコメントのびっくりマークと絵文字が全部点と丸だったら怖くないか？点と丸？点と丸？どういうこと？よくわかんないけど、俺気にしないと思うけどな。シロンさん、句読点だけってことよ。何？句読点だけ？いきなり？だって今の深さんのコメントのびっくりマークと絵文字が全部点と丸だったら怖くないか？絵文字がないってこと？よきさん、いきなりどうした？って返したもんね。何？どういうこと？リパシさん、わかるかも。長みそれかも。どういうこと？意味がわからないけど。リパシさん、意味がわからないみたい。クスナガミ病気。俺ね、エンジェルさん、いきなりどうした？と、いきなりどうした？じゃ捉え方が変わる。びっくりしてるのとしてないってこと？よくわかんないけど。俺もともとさ、文章で伝えるの苦手だから、なんか会話する派なんだよね。ちょっとしたことも。そもそもがね。抑揚とかよくつけて喋るからさ。来るか？来るか？来るか？来た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 、オッケー。なんか VC できない時点でコミュニケーション取りづらいんだよね。ほとんどの場合。仕事はさ、礼儀正しくやればいいだけだからさ。長身ほどテンションと抑揚の変化が激しい人見たことない。あ、やばいやばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ、危ねえ危ねえ、ギリギリ。オッケー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 。わら持ってきてね。わら、エンジェルさん、じゃあしゃあないから今度クリスマス福祉を長身予定なし。リパシさん、クリスマスだね。なんでハートつけんだよ。別にクリスマスじゃなくてもいいですけど。そうですね。とりあえずなんかね、いろいろ風花は付き合い長いしさ、年末になんか VC してなんか喋る。クリスマスは長見さん忙しいからね。まあね、俺デートの予定あるからさ、いろいろと。そうそう、なんか喋る機会あってもいいかもね。福祉ながら年越しとか。それ完全カップルやん。遠距離恋愛のカップルやん。エンジェルさん、長見予定なし。俺もデートでいっぱいだから本当に。カンナとデートするから、橋本カンナと。いつも黒ラーメンで会うから。リパシさん、長見デートの予定があるとか言って耐久配信してたよな。やってたね、やってたね。やってたね。メヌさん、俺らに嘘ついてたからな。チロシさん、こんにちは。こんにちは、チロシさん。チロシさん、こんにちは。いいじゃん。なんかさ、ちょいバレにくい小さい嘘よりは全然いいじゃん。よきさん、すぐ嘘つくんだから。エンジェルさん、彼女泣いてしまうわ、そんなん。そうだね。ラメールさん、聞いてるる。それでガチで俺が彼女いてデートあったら彼女泣くだろうね。
なんかデートの時間になってもなんか来ないな、10分過ぎたんだけどみたいな感じで連絡しようと思って、なんとなくさ携帯見たらさ、あの長見が配信開始しましたみたいな通知とか、なんか長見がまだ配信中だったとかさもう絶句するんじゃない？よきさん忘れて配信してるんでしょ？わな。もう絶句するんじゃない？何も言わずに別れるんじゃない？え、やっぱなんか反応鈍いんだけどなこいつ。なんだろう。リパシさん、うん、その時の長見は時間の単位が分じゃなくて時間なんだよな。やばいよ。あ、分じゃなくて何？1だけみたいに言ったら1時間ってこと？1分じゃなくて、ちょっとこれだけ待ってみたいに言ったらこれが1時間なの。2分で終わるニュアンスでさ、これで終わるからみたいに言ったら2時間なの。やばいよ、やばいやつや。やばいやつや。あーあああああ、かわいいかわいいかわいい、おいで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 、オッケー、はい、おいでおいで、よしよしよし、オッケー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 、外いるよね、あれ、お、ダブルヒットじゃない、あ、違うわ。ねえ、外にもさ、ヤギいるよね、いないのかな、いないと困るんだけどな。メムさん、長見さんってあれよな、来ないから連絡したら、うん、誰だって寝坊することあるでしょ、なんで切れるのって、逆切れしそう、感まれにありけり。いや別にしないよ、素直に謝るよ。沖縄の友達はそういう系多かったけどね、本当に。待ち合わせ15時なって言ったら、あ、一匹来た。待ち合わせ15時なって言ったら15時55分とかに来るの、本当に。メムさん、素直に謝ったら許しちゃう、うん、15時55分とかに来るんだよ、カビカ長見の悩み相談室、僕開いたるわ、ね、何悩み相談 VC、 相談しねえぞ、相談はしねえぞ。よきさん、うん、ナイス、うん、なんだよ、何何、相談室開くの俺が。長見は待ち合わせに遅刻したら、うん、ごめん明日かと思ったってタイプの言い訳する。うん、それはたまにある、それはたまにある。友達に対してだ、友達に対してはある、彼女に対してはない、ちゃんと謝る。メムさん、うちなんて30分後に連絡来て、今日やっぱいけないわ、うん、とか遅れドタキャンは一番ムカつくわ。俺それ言ったらさ、俺あの海外の友達のシロンさんにさ、ドタキャン5回連続食らったよ、ドタキャン5回、6回ぐらい連続で食らったよ。メムさん、ドタじゃないな、わら、俺マジでやばいよ、ドタキャン。エンジェルさん、わら、もうあいつやばいからね、さすがの俺も怒ったもん、6回目ぐらいで。なんか、うん、エンジェルさん、待ち合わせは何分待てる？メムさん、私もうそこで待ってるんだけど、うん、ってなるよね、うん、よきさん、その場のイベント参加するって話、前日まで忘れてた時に忘れてたな、うん、俺待ち合わせ場所から動くなって言われたら俺1分も待てない。俺1分も待てない。だけど連絡くれたら2時間でも待っていいけど、うん、連絡なしは30分くらい可能。俺基本だけど、あの待ち合わせ遅れそうだから、まあ適当にコンビニ行っててとか、そういう会話があるじゃん、適当にコンビニ入っててとか、なんだろう、近くのなんだろう、ファミレスで休んでたらとか、それだったら全然何時間でも結構待つけど、うん、エンジェルさん、連絡くれたら待つね、まあ、連絡くれたら待つし、連絡来なくてもなんだろう、その場から動いてもいい、緩い感じだったら待てる。なんだろう、なんて言えばいいんだろうな、なんか表現難しいね、なんか、うん、わかんない、どのぐらい待つのかわかんない状態で動いちゃいけないのが辛い、俺は。東さん、意外と私そんな大遅刻されたことないかも、お会いに。間違いいじゃんそれ。メムさん、都内だったら時間潰せるから、うん、ちょっと近場うろついてていいなら連絡なしでも待てるけど、うん、俺さ、その状態でマックス待ったのね、2時間。メムさん、うん、田舎だと何もないから30分待つのが限界、うん、俺2時間待ったことある。それで、あのドタキャンしてるやついるって言ってたじゃん、あいつがさ、もう次こそ絶対行くって言ってたのよ、次こそ絶対行くって言って、で俺も遅刻できないなと思って、駅のホームか、リパシさん、
停戦とドトールで無限に待てる、うん、じゃあ駅のホームで俺待ってたのね。いつも南口だったかな、分かんないけど、とりあえずいつも出てくる改札分かってたから、そこで待って俺着いたよっていつも連絡すんのよそいつに。たら俺その時に携帯がないことに気づいたのよ。で携帯家に忘れてて、でもしょうがないから待つかって言って俺そのまま改札で2時間待った。で2時間待ってやつ来ないから、うん、よきさん、うん、わらわら本当に田舎には駅前に停戦もドトールもない、うん、不動産屋くらいだ、うん、リパシさん強いでしょ。で2時間待ってやつ来ないからしょうがないから家に帰ったのね。家に帰って携帯見たのよ、たらドタキャンだったでビビらんビビらん、これさすがに切れそうになったさすがに切れそうだった。あれはでお前マジいい加減にしろよっつってあビビったわ、マジビビったわ。あれさすがに切れそうになった。あれはね、もうやつ言ったの携帯くらいしっかり持てって言われたからな、社会人だろって。メグさん、うん、マッコリを宝用して、やば、あぶね、よし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 。だけどさ、一応事情あるんだよね、田舎には駅前にもどとる、どうさんぐらい、そう田舎はね何もないんだね。あいつさ、あのその時ね、あいつ子供が生まれたてだったのね。リパシさん、うん、お金あげるから。結局金かよね、子供が生まれたてで子供が泣いてるとか子供が体調悪いとかで結構ドタキャンだったのね。でまあそれは仕方ないよねって、別にこっち怒る理由じゃないじゃん。まあそれは仕方ないねって言ってたら、さすがに回数重ねてきて俺がちょっとイライラし始めて、あのさっつって、絶対時間が作れる時に予定作ってくんないみたいに、絶対に時間が作れる時とか言って、うん、リパシさん、うん、そのドタキャン、ナダルと同じタイプのドタキャンじゃん。え、そうなの、そう、なんか絶対に予定が開けれるときにしてくれって、もう申し訳ないけどっつって、育児大変なの分かるけど奥さんが面倒見るとか、まあ奥さん あの両親が面倒見るとか分かんないけど、とりあえず子供が産んだらでどうにかなんならやめてくれっつって。あとはあれよな、同性か異性かで待てるレベル変わるわ、うんうん、これ同性だけどね俺同棲でそれだったからね、うん、そう言ってそいつが分かったって言って、次こそ大丈夫って言った時が俺が2時間待った時のやつだった2時間待った時のやつだった。さすがに今回来るだろうと思ってて、それが2時間だった。よきさん、わらわら本当に、シロンさん、うん、わらわらマジで、エンジェルさん、もう無理ってなるわ、リパシさん、異性と待ち合わせすることそんなにあるんですか、ブンブンブン、ハチダブン、メグさん、マッコリおごるから許して。やば、付き合ってたら待つでしょ、ほんとに付き合ってたら待つこといっぱいあるでしょ、うん、ほんとに、うん、待ち合わせさ、シロンさん、うん、時間にルーズすぎるのはな、エンジェルさん、ね、ブチ切れて帰るかも、ダンスダメ、まだな、2時間のやつはな、遅れてきたら。え、だけどなんかあの台湾のやついるじゃん、あいつは待ち合わせ場所と時間は大体っていうので捉えてるから、基本的にね、待ち合わせでね、時間通り来たことね、1、2回ぐらいしかない絶対10分か20分遅れる、絶対に10分か20分遅れる。メグさん、まあほら、送りたいけど帰ったらギスギス間違いないから、うん、そこはあえて待って、謝罪次第で許すか怒るか、うん、めんどくさいじゃん。リパシさん、うん、でも逆に長見が集合時間の10分前とかに来てたら、うん、何でも起きてんだよっていうかもしれない俺何やったっけ、あれか、2時間遅れてきたら、うん、そこに2時間立たせて私は買い物してくる。ああ、いいね、いいんじゃない、俺絶対にちょい遅れしてくるから、あまりにもイラついて1秒でも遅れたら俺はもうなんか帰るって言って、帰るって言って、なんかなんか切れてる切れてる、一回ね、メグさん、長見さんが時間前に来てたら集合場所変更させたい、うん、俺絶対大体の時間守るからね、1秒でも遅れたら俺は帰るって言って、その約束の時間に俺行かなかった、どうせ遅刻するの分かってたから一回だけね、行かなかった、行かなかったら、そのエンジェルさん、長見は約束守りそうよね、基本的には守るよ、できる限り、わらわらで、行かなかったらそのデートの時間の10分後ぐらいに、
あと5分で着きますってメッセージが来た。あ、行かなくて正解だったわと思って、で俺はもう帰るって送った。もう帰るっていうか現地には行ってないけど、もう帰るって送った。どっちみち遅れてくるの分かってたからさ。ああなかなかよ、あれはなかなかだったけどね。うん、なかなか台湾の人は俺キレさせたよ。俺をなかなかキレさせたよ。エンジェルさん、うん、それは帰る、うん、結構デート中俺帰ったこと2回だけあるよ、あいつとのデートしてるときに。なんかすごいよなかなか。メムさん、台湾と仲が悪いの？そんなことはないけどさ、なんか結構インスタが好きな人でさ、写真とかこう撮るんだよ、インスタの写真で、なんかインスタ映えするそのミーハーなやつだからさ、あいつが。でなんかドレスコートが入るようななんかレストランみたいな、確か予約みたいに撮ってやつが撮って、で俺は金だけ払うって言って一緒に入って、でそういうお店入ったらさ、料理来たら写真撮るの分かるんだけど、写真撮ってなんかレスポンスが来てんのかな、それをずっと返信ばっかしてんのよ。でせめて 2,3 個返信したら食ってくれみたいに俺いつも言ってんのね、それだけ全然やめないのよ、ずっと食ってなんか。エンジェルさん、デートで帰るような喧嘩したらもう無理だわ。うん、それ結構あったけどね。で2回ね、やばいやばい、寝してずっとスマホ触るのは嫌やな。メムさん、確かにずっとスマホいじってるだけなら会わなくてもいいな、うん、でもう1ね、何度も言ってるのにそれやるから、俺さすがに切れて、そのレストランで俺トイレ行くっつって、ヨキさん、写真撮ってすぐより終わってから投稿したらいいのにね。そうそう、で俺トイレ行くっつってトイレに席立って、そのまま会計まで行って、なんか前菜みたいのが出てる段階で俺も帰ったのよ。で会計に行って、ねお金払いますって払って、じゃあ俺帰りますってみたいな受付の人に言ったのね。たら、いやまだお連れさんいますよっつって、あ2人分食べるんで大丈夫ですっつって、で俺そのまま帰ってたの。ワイルドな男嫌いじゃない。俺そのまま食べる、そう、あ2人分食べるんでっつって、で帰ってって30分後ぐらいにメッセージ来て、なんかサメルさん、やるよそんなやんないとダメじゃん。2人分食べれるんでは笑う。エンジェルさん気持ちいい。そう。リトケさん、男くすながに。そう。で、30分後ぐらいにメッセージが来て、なんか、トイレまだですかみたいに言って、で、俺、同棲してるから家に帰ってくるの分かってるからさ。メムさん、うん、そこで私と合流してパーッと遊ぼうってわけね。で、こいつ、どれぐらい忍耐力あるのかなって、なんとなく思っちゃってさ、ちょっとお腹の調子悪いっつって、俺、確か1時間ぐらいあいつ待ってくれたかな。ああ、なんか途中からなんかバレたんだよね、確か。なんか待ってたんだよね、あいつ。1時間ぐらい待ってたよ、確か。メムさん、えぐいな、笑。エンジェルさん、笑わら。ラメムさん、そこでさらに引っ張るのかよ、笑わら。だって俺、なんか、腹立ってるだけじゃ楽しくないからさ、自分が楽しいこともないと嫌じゃん。別に、そいつに嫌がらせするとかじゃないよ。一種返しでもないよ。ただ俺が楽しみたいっていう気持ちが先だった。いないよな、もう。本当に。リパシさん、うん、そういう長身の考え方の実行力は尊敬する、ボーアイに。実行力？こんなか？絶対ね、時間遅れるし。あ、いた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 。よしよしよし、鍵いっぱい持ってるよな。書斎とテレビは取っとくか。あら、かわいい。あら、かわいい。かわいいかわいい。マジやばいからさ、まあ、デート中の喧嘩はあったりはするよ。まああったりしてもさ、相手が全然王を引くタイプじゃないからさ、で俺も相手が王を引かなかったらこっちも蒸し返すような性格じゃないから、割と喧嘩はしたけど普通に過ごしてたね。ああ、こっち見てるじゃんって引っかかった。なかなかありえないタイプだったけどね。やばい、来る来る来る、来ないよね、後ろいる、後ろいないよね、後ろいる、これ、あ、いないわ、危ない。
リパシさん、全然ゲーム見てなかった、お会いに全然ゲーム見てなかった、あば、そうダボだろうな。まあだけどそんな感じだよ。あとは三つか。だけど結構、ま、海外の人だからなのか分かんないけど時間にルーズだったけどね。すごい。リパシさん、そんな経験が今の長身を強くしたんだな。こんなヤギを燃やせるまでに、お会いに。だけど正直海外の人と付き合うのは忍耐力ないと続かないと思うけどね。そもそも。どんなに、なんだろう、言葉うまくても母国語じゃないから、ニュアンス伝わらないときあるからね。忍耐力とあと大雑把じゃないと絶対付き合えないと思う。海外の人は。言葉じゃないと思う。気持ちの問題だと思う。入りてえけど怖えな。あと何体、何匹だっけな。うん。うん。エンジェルさん、海外の人と付き合ったことないな。付き合いたいって思ったことはたくさんある。うん、経験で付き合ってみなさいよ。いいことも悪いこともいっぱいあるから。あと1匹だ、ヤギ。ヤギあと1匹だ。そしたら書斎と、書斎とテレビ部屋。テレビ部屋でもう終わり。書斎とテレビ部屋でもう終わり。やっとここまで来たわ。エンジェルさん、白人さんがいます。ははは。トライしてみ、トライ。うち外庭にいるかな。うわあ。ここにヤギいる？ヤギいる？ヤギ。え、これヤギじゃね？ヤギじゃね？あ、ちょ。今はダメ、マジで今はダメ。待って、ライト切れた。ピロリじゃねえよ。最悪やわ。ライト切れた。リパシさん、白人さんで思い出した。今年の M-1 予選でマジカルバナナを題材にした人らが、うん、黄色と言ったら日本人って言ってたな。リパシさん、わらわら。面白いよこれ。せちがないの。やばいじゃん。わらわら。エンジェルさん、うん、友達はフィリピン人の彼氏がいたけどドブと覚醒剤で捕まってた。アドドブドジージー。リパシさん、クスナガミ病気持ちかね。やばいじゃん、やばいじゃん、やばいじゃん。割と国際カップルストレス多いですからね。ちょっとした行き違いで結構お互いあれですからね。普通のカップルより難易度高いからね。2000年作さん、うん、グッドゲーム。あ、ニケイさん見てくれてありがとうね。唯一見てくれてありがとう。うん、国際カップルしんどいぜ。割としんどい。